狙撃砲とは、大日本帝国陸軍が第一次世界大戦後に開発した合計3 7トルの不評砲。直射による機関銃陣地撲滅を目的として開発された。西部戦線で運用される m 1 9 1 6 3 7ト、mm、ル不評砲。ビュトウもしくはプトウ砲とも呼称される同砲は日本にも影響を与えたという。 本法のような機関銃陣地撲滅用の軽量化砲は第一次世界大戦時に出現した。残豪戦において攻撃の障害となる機関銃陣地を排除するための軽量軽便な直射兵器の必要性を痛感した各国はその開発に乗り出しロシアの 37mm トレンチガン M1915 やフランスの M191637mm 不評砲等が使用された。日本でも残豪戦の実情を鑑み、これらに習って、合計 37mm の軽量化砲の開発を開始した。大正5年6月28日付の陸費、第178号によって、陸軍技術本部に対し、機関銃破壊法の名称で審査が命じられた。法の設計方針としては、方針、揺らか、消火及び大火か,からなる、 方針後座式で着脱式の棒立てを有することとし、以下の諸言を備えることとした。大正6年10月13日に、大阪砲兵交渉に対して法一門、砲弾300発、薬莢100個、断定新刊200個の施策がカフされた。また、同月16日付の陸広市第346号を、もって、本法の名称を、狙撃法に改めることが通達された。 大正7年3月には、大阪方平交渉に大し法12門、砲弾灯、各1万発、携帯暗工具100個の製造が通達された。さらに4月から5月にかけて、同交渉に砲車70門、砲弾灯7万発、弾薬箱4010箱の製造が通達されるなど、本格的な製造が開始された。大正8年から9年の冬にはロシア国流州、 墓地カレオにおいて、不評第66連隊による、陶器試験が実施され、歓迎地における、運搬、射程、弾道性、弾丸効力、核武器の交担等の評価を行った。試験では十数日にわたる討伐行動では、バンバの疲労が激しく、また2尺五寸から3尺以上の積雪では、人力牽引は困難であり、分解運送せざるを得ないとされた。 射程はやや低下し、また砲弾は極寒時でもよく作動するものの方の撃発機構が潤滑油の凍結等で不調をきたすことが確認された。本砲は中大気を有する方針ご坂砲である。方針は特殊構成で全長線 40mm、閉鎖器は半自動垂直左線式である。市場は計画6度の右回り16条。 方向内市場長は7 5 4ト、mm、ルである。方側、揺らか、小華、大貨か,からなる。揺らかは内部に中大器を収納する。小華は、揺らかと大貨の中間にあり、方の工程、左右方向の照準を可能にする。大貨は全部に車軸を有し、顔に、中隙、下部に棒立て中盤を装着する。車輪径は7 0トル。 鉄管距離は7 6トルである。棒立ては、情報棒立てと下方棒立てからなり、共に厚さ3ミリメートルである。情報棒立ては、し足で射軸と、シダオで台下とそれぞれ連結する。下方棒立ては、下端に2個のくるぶし板を有し、射撃時には、前方し足となる。くるぶし板は必要に応じて中空位を挿入することで、安定性を高めることができる。 下方棒立てを車軸を対し旋回することで、方針軸の高さを 70cm、60cm、35cm に変更することが可能である。放射は車輪と棒立てを取り外し、車軸を適当な延体に委託して射撃することも可能である。照準機は距離 2500m までの照準メモリを有する。なお本法は、大正11年に開発された11年式。 弊社不評法としばしば混同されるが、本法は車輪と棒立てを有するなどより凝った作りになっている。ただし実際の運用ではこれらを外して使用することも多かったために後に開発される弊社不評法では当初から棒立てや車輪を有さない構造となっている。また閉鎖機を含めた方針重量は 42kg と弊社不評法の 28kg より重く、 創薬量の多い砲弾を使用することから、初速も530メートル毎秒と、弊社不評法の450メートル毎秒より大きな値である。また開発にあたって影響を受けたとされるピュート法とも各部の作りや所言が異なっており、同法を単純に模倣したものではない。発射速度は1分間に12発である。なお、連帯弊社法として11年式弊社不評法の 整備が進み、また、第一次世界大戦後に、山梨軍宿や宇垣軍宿といった軍宿が、数字にわたって行われると余剰となった、本法を、戦車法に改修して用いることとなった。車載にあたっては、砲塔内で用いるために砲の五座長を 300mm 以下に制限し、また撃発装置の拳銃式への変更や小準機の改修が実施された。車載型は、 海外からの輸入戦車や初期の国産戦車の一部に搭載され、昭和9年には、後継の94式 37mm 戦車砲が開発された。本砲は、不評の突撃に先んじて、その障害となる敵機関銃陣地の撲滅を主任務とする。本砲はその任務並びに、特性から第一線で不評の運動に追随する必要があり、 地形や状況に応じた行動が求められる。構成時には必要に応じて適切な位置に進出し、退却する敵の砲兵や機関銃等を攻撃するなど追撃に参加する。追撃の際、友軍砲兵が進出するまで一時的に火力支援を行うこともある。また敵人占領の際には敵の逆襲に備える等の行動を取ることも必要である。これら機敏な対応のため、 指揮官には、ある程度の独断を下すことも求められる。防御時には、友軍不評の構成移転を容易にするため、本砲は、その運動性をもって、敵機関銃あるいは、砲兵の側面に出現し、奇襲的射撃を行い敵の攻撃を妨害する。また、敵の装甲車を攻撃することも可能である。退却時には損害を顧みずに苦白する。 敵機関銃及び砲兵等に対し迅速な猛者を加えることで敵に全身を躊躇させ、遊軍不評を窮地から救うことが可能になる。狙撃砲は通常所属する不評連隊の下で行動する。当時の不評連隊には、本砲1個小隊と軽迫撃砲2個小隊からなる特殊砲隊が置かれていた。狙撃砲隊は、戦砲隊と弾薬分隊からなる。 戦法隊は法2門を装備し、包長は軍装、または五長である。弾薬分隊は、弾薬者4両を装備し、総長を長とする。なお、戦法隊の編成に加わらない砲手は、弾薬分隊に属すものとする。戦闘配置における砲の間隔は30歩を基準と、するが状況に応じて指揮官が適宜判断する。弾薬分隊は、戦法隊と、 適切な距離を保ち、かつ、戦砲隊の要請に応えられるように両隊の連絡を確実にする必要があった。本砲は箱流弾のみを使用する。砲弾重量は7 1 0ムで、内部に圧、柵黄色約3 5ムを有する。新艦は狙撃法箱流弾新艦を使用する。薬刀は全備重量3 3 1ムで、 創薬は1号砲契約8 0ムを有する。弾丸初速は5 3 0ル毎秒である。なお本砲弾は、弊社不評法の12年式榴弾よりも、創薬量及び砲弾重量が大きく、上で述べたように初速は、より大きくなっている。最大射程は5 0 0 0ルであるが、弾着の観測が可能な距離は1 5 0 0ル程度で、ある。後には、 弊社不評法と共用可能な姿勢鉄鋼弾も開発された。昭和7年12月の対戦車、弾丸攻力試験ではルノーを薄型戦車に対して距離50メートルで射撃し、初速600メートル毎秒で20ミリメートル走行を貫徹するも30ミリメートル走行には効力なしとの結果が得られた。波行榴弾及び薬莢は後に94式37ミリメートル戦車砲の 開発段階において、機能試験及び、車票編纂試験で用いられた。本法は、大正6年に開始されたシュベリア出兵において、初めて実戦に投入され、過激派討伐などに使用された。その後も中国大陸等で使用され、昭和14年時点でも、本法弾薬の調達が実施されるなど長期間にわたって配備されていた。本法の車載型は、輸入戦車や、 初期の国産戦車の手法としても使用されている。陸軍が昭和5年にフランスから輸入したルノー・オツ型戦車には狙撃砲搭載車と3年式機関銃搭載車が存在した。また89式系戦車の高初期型の一部にも90式5トル7戦車砲に変えて本砲を装備した車両が存在した。これらの車両は 満州事兵には第一次上海事変等で実戦に参加している。船舶に搭載した例では総工艇があり、1号艇は狙撃砲1問と38式機関銃2丁を搭載していた。ありがとうございます。